ランランルーランランルー。ちょっとやめなさいよ。伝わるか伝わらないかギリギリの歌。もしもし。え？それは。わかったわ。事情がありそうね。緊急事態。ええ、コーヒーとケーキの用意を。こんばん、貸し切り、ミステリー案内人です。レストランの貸し切りって夢があるわよね。僕はテーマパークの貸し切りに憧れるな。そうですね。今日はショコラたちの喫茶店が貸し切りになるみたいです。一体なんで貸し切りになるのか、早速見ていきましょう。僕の名前はビター・アルカラム。元殺し屋にして、現在は姉のショコラと喫茶店を営みながら探偵業をやっている。基本お客さんは僕らが必要な人しかここにたどり着けないように、ショコラが情報統制をしたり、いろいろ工夫してくれている。そして今日舞い込んできた依頼が、まさかの店貸し切り。絶対に誰にも依頼内容を漏らすわけにはいかないんでしょうね。さっきショコラにかかってきた依頼は、一日分の売上ノルマを払うから店を貸し切りにしてほしい。そして依頼内容を聞いてほしいというもの。こんなことは滅多にないので、僕らも少し構えてしまった。すみません。電話していたアマルクですが。いらっしゃい。やってきたのは、高そうなスーツに身を包んだ男性。両隣には、SP のような人間を連れていて、車に戻るよう指示を出している。お席はこちら。ありがとうございます。急なお話にもかかわらず席をご用意いただき、ありがとうございます。今コーヒーとケーキを用意するから、話はそれからよ。ずいぶん疲れた顔してる。すいません。男性はコーヒーを飲んで一息ついて、少しほっとしたような表情を浮かべる。そして、ポツポツと話を始めた。私は家業のおかげでそれなりにお金があります。その分狙われることも多いので、普段から SP をつけていますし、自宅の警備は万全。それなのに、最近やたらと視線を感じるんです。視線？窓の外から誰かがじっとこちらを見ている感覚があるんです。妻も娘も、みんなそれぞれ別の部屋にいるのに、同時に誰かに見られている気がすると言って、リビングに集まったこともあったくらいで。監視カメラには映っていないの？監視カメラにも赤外線レーダーにも反応しないんですよ。何がなんだか私たちにもさっぱりで。これは普通の護衛では、いつか取り返しのつかないことになるのではと思い、あれこれ調べた結果、このカフェアビアントにたどり着いたんです。なるへそ。その窓から覗く謎の人物を捕まえるのが依頼？というよりは、根本的な解決でしょうか。もちろん、窓の外から覗く人物を捕まえていただけるのが一番です。ただ、もしかしたらそれは人ではないのではないかとも考えていまして。どういうこと？実は、私の一人娘。アイナには幼い頃から強い霊感がありました。亡くなった母親譲りで幽霊を見たり会話することもできて。霊感が本物だと確信したのはいつ？私の母、アイナにとっては祖母ですが、祖母の命日に私しか知らない母とのエピソードをあれこれ話してくれたことがあったのです。小さい頃、学校をずる休みした私を母がドライブに連れて行ってくれたことや、父親に内緒で二人でホールケーキを食べたとか、本当に二人だけの秘密にしていたことをね。なるほどね。つまりあなたの依頼は、これが人間による仕業なのか、それ以外の何かの仕業なのか突き止めた上で、事件を解決してほしいってことね。そういうことです。難題の予感。そうね。私たちは残念なことに、霊感があるわけじゃないし。それに関しては、一度娘と話していただければ。娘さんと二人暮らしなの？いえ、2年前に再婚したので、妻と娘と、それから執事やメイドなど、使用人も住み込みで生活しています。使用人たちはその視線に気がついてるの？はい。みんな気味悪がってしまって。
ショコラはうーんと考え込んだまま、いろいろな可能性を巡らせているらしい。僕はコーヒーのおかわりを用意して、それぞれのカップへ注いだ。この依頼に関してはビーターが適任かしら。そうだね。こっちをじーっと見ているようなやつは、人間だろうが幽霊だろうが、背中がガラ空きだろうから。と、言いますと？こっちの話。依頼料はこの依頼が完遂したら話し合うで OK。 もちろんです。よろしくお願いします。こうして僕は富豪の館で覗き見を繰り返している趣味の悪い犯人を捕まえに行くことになった。ご主人様、お帰りなさいませ。ただいま。みんな変わりはないかい？はい、やはりあの不気味な何かは夜になると現れるようで。そうか。セイバス、こちらはビーターさん。今回の事件を解決するべく招いた探偵さんだよ。よろしく。この屋敷の羊頭のセイバスでございます。何かありましたら何なりとお申し付けを。メアリとアイナはお二人とも自室で過ごしていらっしゃいます。それぞれ護衛を部屋の前につけておりますし、窓には鉄格子も取り付けました。よほどのことがない限り侵入は不可能かとは思いますが。そうか、ありがとう。ビターさん、妻と娘を紹介したいのですが、よろしいでしょうか？オッケー牧場。マルクさんがまず連れて行ったのは、奥さんがいる部屋だ。メアリ、入るよ。あなた、お帰りなさい。昨日話していた探偵のビターさんだ。ビターさん、妻のメアリです。はじめまして。この度はよろしくお願いいたします。どうも。随分顔色が悪いね。ここ数日ずっと視線を感じるので、夜もあまりうまく寝られないんです。昼間は比較的大丈夫なんですが、それでも精神的に気が休まらないというか。僕がいる間は少なくとも大丈夫。見回りをしてくるから、その間は休んで。はい、ありがとうございます。僕がそう言うとメアリさんはベッドに倒れ込んだ。マルクさんは心配そうにメアリさんのそばへ駆け寄り、布団をかけ直してあげる。そして眠ったことを確認して部屋を後にした。扉の前には屈強な男が二人。さっき話していた護衛のことだろう。そして次に連れてこられたのが。アイナ、入るよ。どうぞ。ルービー、アイナは先ほど眠られました。やはり夜は眠れないようで。そうか。ビターさん、こちらはメイド長のルビーです。ルビー、こちらが昨日話していた探偵のビターさんだよ。はじめまして、メイド長のルビーと申します。お嬢様のためにもどうかよろしくお願いいたします。最善を尽くすよ。ところでマルクさん、話をできる人間にいろいろ聞きたいことがあるんだけど。でしたらセイバスとルビーが適任かと。ルビー、いいね。かしこまりました。旦那様の書斎へセイバスと伺いますので、お待ちください。こうしてマルクさん、セイバスさん、ルビーさんから改めて話を聞くことに。状況を整理したいんだけど、まず視線を感じるようになったのはいつ頃？最初に気がついたのはお嬢様でした。おそらく1週間ほど前かと。ただ話に聞いていらっしゃるかもしれませんが、お嬢様は霊感がお強いので、人か霊か区別がつかず、誰にも言えなかったそうです。なので正確には私たちが知らないだけで、もっと前からいたのかもしれません。なるほど。屋敷のみんなが気づき始めたのはいつ頃？夜中、奥様の叫び声が聞こえてきて、慌ててお部屋に駆けつけたんです。その時、窓ガラスに手形のような跡がたくさん残っていて、おそらくですが、窓を思い切り叩いたのかと。ただ見ているだけじゃないってことだね。でもみんなが別々の場所で過ごしている時に同時に視線を感じることがあったっていうのは？正確には同時ではありません。タイミングが近しかったと言いますか。最初は私たち使用人が休んでいる時に窓の外に何かが見えた気がして、全員が大広間へ避難したんです。続いて奥様、旦那様、お嬢様が入ってきました。考えられることとしては、人間の場合なら確実に複数犯だと思う。狙いは不明だけどね。そしてもう一つ、
人間以外の場合、これは幽霊だろうが怪物だろうが厄介だよ。複数ではなく一人の可能性だってある。むしろ一人が高速でこの屋敷の周りを移動して、それを全員が時間差で見ている、そう言われた方がしっくりくるんだからね。僕の言葉に全員が暗い表情を浮かべる。突拍子のないことを言っているように聞こえるかもしれないけど、アイナに霊感があり、それを嘘ではないと理解している人たちだからこその反応だろうな。今は17時、そろそろ日が沈むね。僕はこのまま屋敷の外を見回りするから、いつも以上に戸締まりを厳重に。その時、背筋にゾワゾワと寒気が走るのを感じた。勢いよく窓の方へ走り、周囲を確認する。しかし、まだ何かの姿は見えない。ビーターさん?本当は一部屋で固まってほしいんだけど、それは難しいかい?お嬢様は嫌がるかもしれません。ルビー、口を慎まないか。奥様派のあなたにはわからないでしょうね。二人は仲が悪いの?5歳と娘の仲が悪いなんてよくある話です。今の奥様はアイナ様に興味がないようですし、お二人が話しているところを私はほぼ見かけたことがありません。旦那様がいる時だけ勤めて話しているように見えますが、アイナは難しい年頃だから私も気にかけてはいるが、旦那様はお嬢様を思って再婚されたんですか？だとしたらそれは大きな間違いです。お嬢様のお母様はお一人だけです。ルビー、うん、緊急事態ですし、ビターさんがおっしゃればお嬢様も大広間にいらっしゃるかもしれません。この前大広間にみんなが集まったんじゃないの？あの時は屋敷の全員が大広間に逃げたので仕方なくという感じでした。事前に言われたらまず嫌がるかと。それじゃあルビーさんが説得してくれる？さすがに別々の部屋にいる人間みんなを守るのはしんどいからね。幸いまださっきは屋敷の近くまでは来ていないし、集合は30分以内で頼むよ。かしこまりました。セイバスさんは奥様を連れてきて、あと他の使用人さんも。かしこまりました。その間僕は見回りをしてるから、何か連絡ができるツールがあるといいんだけど。でしたら使用人が使う無線がありますので1台お貸しします。感謝感謝。こうして屋敷を見回っていると、奥様が護衛に囲まれて歩いているのを見かける。見た感じ年齢も若いし、アイナちゃんは複雑かもしれないな。ルビーさんは奥様に代わってアイナちゃんの面倒を見ているんだろう。屋敷の人間関係と今回のこと、何か関係はあるんだろうか。あ、今確実に背中から視線を感じた。僕は大急ぎで階段を駆け上がる。すると書斎の扉が開いていた。マルクさん。そこには窓ガラスが割れ、血まみれで倒れているマルクさんがいたんだ。窓ガラスには鉄格子が付けられていて、主人の部屋である書斎のガードはかなり固いはずだったのに、それを一発で。ありえない。マルクさん、マルクさん、しっかり。アイナ。え？アイナ。アイナちゃんが危ないのか？その言葉を受け、僕は大急ぎでアイナちゃんの部屋へ向かって飛び出す。すると、アイナちゃん。アイナちゃんの部屋を開けると、全身にとんでもない殺気が降りかかってきた。その場を一歩も動くことができない。完全に見誤った。こいつは、人間じゃない。暗闇からポトリと音がする。そこには、上半身を食われたルビーさんが横たわっていた。見ちゃいけない、アイナ。上半身を食って満足したのか、その影は部屋から消えていき、殺気も引いていく。僕はすぐにアイナを抱きかかえ、大広間へと走った。あの怪物が何をターゲットに動いているか全くわからない。それでも大広間の人たちを食い尽くす可能性が否定できなかった。ルビー、ルビー。アイナ、ルビーを襲った奴の姿がわかる。あいつ、あいつは。
僕のそばから離れないで、絶対に。そうして大広間の扉を開けるが、そこには使用人たちの死体が転がっていた。くそ。愛、な。メアリさん。そこには使用人たちの返り血で血まみれになったメアリさんが横たわっていた。そばへ駆け寄ると意識は朦朧としているが、命に別状はないように見える。今すぐこの屋敷から逃げるよ。メアリさん、この屋敷に車はある？セイマスのポケットにキーケースが、裏口に使用人用の車があるはず。メアリさんの横に横たわるセイバスさん、心臓をひとつきにされ絶命していた。ポケットからキーケースを拝借し、メアリさんとアイナを抱きかかえる。二人のことは必ず守る。必ず。アイナは無事なの？何よ、私が死ねばよかったと思ってるんでしょ。そんなことは。私だって、私が死にたかったわよ。死んだらお母様のところに行けたのに。アイナ、そんなことを言っちゃいけないよ。君を命がけで守ったルビーさんが浮かばれないじゃないか。行くよ。大広間から玄関を目指す。しかし念には念を入れ、鍵穴を確認した。すると、ビターさん、どうしたの？玄関から出ちゃダメだ。裏口から出よう。二人を抱えたまま裏口へと走り、再度鍵穴を確認する。よかった、何も見えない。慎重に扉を開け、車に二人を乗せる。意識が朦朧としているメアリさんは後部座席に寝かせ、意識が比較的はっきりしているアイナを助手席へと乗せた。アイナ、どこか逃げ場で思いつくところはある？例えば別荘とか。ここから20キロくらい離れているけど、郊外に別荘があります。母が生きていた頃はよく出かけていました。よし、そこに向かおう。遠ければ遠いほどいいからね。着いたら起こすから、アイナは眠ってて。眠れそうなら、だけど。とても、眠れそうにないわ。じゃあ僕とおしゃべりしていよう。考えちゃダメだ。考えれば考えるほど、君はどんどん辛くなる。ビターさんは、一人で探偵をしてるの？いや、姉さんと二人さ。姉は情報屋で、僕が探偵。協力して依頼をこなして、依頼がない時はカフェをやってるよ。仲がいいのね。いいな。私は兄弟がいないから。僕も最初はそうだったよ。僕は養子なんだ。え？血のつながりは一切ない。でも、時間をかけて家族として迎え入れてもらえた。だから世間でよく、再婚のトラブルとか、連れ子のトラブルとかがこじれて、事件になっているのを見ると、ちょっと辛いね。僕もそうなっていたかもしれないからさ。ビターさんは、いきなり知らない人たちと家族になるって言われて、どうやって受け入れたの？そもそも、家族が最初からいなかったんだよ。孤児ってやつ。だから逆、僕を受け入れてもらえるのかの方が、ずっとずっと不安だったよ。アイナは小さく、そう、と言うと、窓の外へ視線を投げる。そのままゆっくり目を閉じた。大丈夫。きっと守ってみせるから。着いたね。僕はメアリさんを部屋へ運ぶけど、アイナは一人で歩ける？ええ。先に居間で休むわ。了解。僕はメアリさんを寝室と思われるベッドに運んで休ませる。できれば全員一部屋で過ごしたいけど、今現在の二人のメンタルを考えると、一緒の部屋で過ごしたら取り乱してしまうんじゃないかとも思う。メアリさん、大丈夫？ええ、ありがとうございます。ピーターさん、アイナをよろしくお願いしますね。あなたのことも守るよ。むしろ、屋敷の人たちを守れなくて、本当にごめん。私たちを襲った化け物は、一体何だったんでしょうか？わからない。ここまで追いかけてこないなら、狙いは免れたかもしれない。ここまで追いかけてくるなら、狙いはアイナとメアリさんのどちらかなのか。それとも、屋敷と関わりのある人間すべてなのかはわからないけど、あれほどの殺気、
殺し屋時代でもそうそう感じたことはなかった。強烈な殺気、必ず殺してやるという強い意志。僕が一瞬でも動けなくなるなんて。メアリさん、もし大丈夫なら一緒に今に行ってくれると助かる。別々の部屋だとどちらかを守れない可能性が。私のことはむしろおとりにしてくれても構わないです。何言ってるの、そんなこと。アイナ、まだ殺気は感じないのにもう現れたのか。しかし僕が部屋から出ようとした時、先に部屋を飛び出したのはアイナ。あ、待って、メアリさん。メアリさんが勢いよく飛び出す。僕も後を追いかけると、そこには割れた窓ガラス、そして座り込んでいるアイナ。アイナ、アイナ。落ち着いてメアリさん。ビターさん、窓の外。メアリさんに言われて窓の外を見ると、そこには鍵穴で見たあの化け物が確かにいた。そしてあの時と同じような強烈な殺気を放ち始める。まさかこいつの狙いは。お願いビターさん、アイナを連れて今すぐ逃げて。メアリさん、最後に一つでも母親らしいことをしてあげたいの。お願い、早く。僕は床に横たわり、意識が遠のいているアイナを抱きかかえる。メアリさん、アイナは必ず守るよ。お願いします。体に気をつけてしっかり生きるのよ、アイナ。早く。アイナと共に裏口から逃げ出し、車に飛び乗り走り始める。きっともうあの化け物は僕たちを追いかけてくることはない。理由はわからなかったけれど、あの化け物の狙いはメアリさんだったのだ。さようなら、アイナ。その後僕は警察を呼んで屋敷の処理を任せることに。結果として一人生き残ってしまったアイナだけれど、マルクさんはいつ自分が死んでもアイナが困らないように様々な手続きを行ってくれていたらしい。依頼料として小切手を持ったアイナが店へやってきて話してくれた。受け取れないよ、僕は君しか守れなかった。全滅していた可能性もあるんです。両親からではなく、これは私の命を守ってくれたことへのお礼です。今、両親って。それではお元気で。うん、君もね。時々コーヒーを飲みに来てよ、君のお父さんも気に入ってくれていたから。はい、ありがとうございました。メアリさん、メアリさんにも助かってほしかったよ。あんなにさ、あの化け物は一体何だったの？私にもわからないので調査が必要ですね。皆さんはあの化け物の正体についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは、バイバイチー。今日の任務もなかなかハードだったね。ぐっすり眠れそうだよ。